はい、どうもタンタンです。今日はコルドバですね。コルドバの中でも、まあ、なかなか入荷の少ない、モデル、コルドバのオール単板シリーズなんですよね。こちら30番台のシリーズで、このモデルは、テナーサイズ 35T というオールアカシア単板のテナーサイズでございます。アカシアでね、結構木も綺麗に出てるんですよね。はい、でサイドでバックがこんな感じでございます。はい、でこの 30番台のシリーズっていうんですかね、これはね本当に日本にはレギュラーでは、輸入されていないモデル、代理店の方でね常にこう取っているわけじゃないモデルなので、うちの方で、まあ、オーダーをしないとなかなか入ってこないという非常に貴重な一本かなと思います。で、テナーサイズなんですけれども、珍しいですね、最近としては12フレットのジョイントなんですよね。はい、このあたりも非常に貴重な感じ。そしてヘッドも通常のコルドバのウクレレラインとは形状が違っておりまして、ちょっと立体的な感じで、しかもロゴもこう彫ってあると、なかなか高級感あふれる一本でございます。やっぱこう12フレットだからなのかな、すごく音の響きがね柔らかくてふくよかな雰囲気なんですよね。で、まあロージーになってるっていうのもあると思うんですけども、サイズがやっぱりテナーっていうのもあって、まずボリューム感があるのが一つと、まあ、オール単板っていうところもありますし、で12フレットジョイントっていうところもあって、こうテナーのねこの張りの強さだけじゃなくて、音のこうサイズからくる音のふくよかさだったり、こう太さだったり、そういったところがすごく感じられる一本なのかなと思います。はい、ということでこちらコルドバからですね、通常日本にはほとんど入ってきていないこちらのモデル 35T ですね、オールアカシア単板のテナーサイズでございます。こちら、はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。